偏差値30から確実に近畿大学に合格する英語勉強法。今日はこうしたテーマでお話していきたいと思います。最短2ヶ月で近畿大学に合格する方法というものをね、お伝えしていきたいなというふうに思います。まず最初に僕の簡単な自己紹介をさせてください。こうしたね、2冊の本を書いているんですけども、高校1年時に偏差値29という状態から早稲田に合格したっていうのが僕の一番の売りです。アルファベットもね、書けない。P と Q がどっちが左でどっちが右かわからないという状態から、相当勉強したんですけども、なんとか、その高校では初めて早稲田大学に合格しました。そしてその僕の勉強法をこれまで3000名の方に、指導を提供してきまして、偏差値50未満の生徒さんのうち、その9割が偏差値65に到達されるという実績を持っています。さて、実際にね、今日お話していきたい内容というのは、こちらの内容になっていきます。まず、近畿大学の英語の出題傾向というのをお伝えします。その上で、どうやって近畿大学をクリアしていけばいいのか、具体的な方法論を説明していきたいというふうに思っています。じゃあ、まず最初にですね、近畿大学の出題傾向というのをね、見ていきたいと思います。実際の過去問を見ていきましょう。で、まず、こういうね、会話文等々が入ってるんですが、近畿大学は比較的ですね、さまざまな分野から出題がされます。で、英文読解のね、ランクっていうのは、こちらに書いている通り、4ということです。センター試験より簡単ですし、非常に一般的な大学受験の入試においても簡単と言えるレベルじゃないでしょうか。で、もう一つ、文法ですね。こういった文法出てますが、こちらはですね、ちょっとレベルが若干高くて、レベル5というふうになっていますが、大体センター試験レベルのね、文法問題が出ると考えておけばいいんじゃないかなと思います。でね、こういって、会話文といったものでしたり、文法問題、並び替え問題、で、また長文というふうに、さまざまな分野から出題される傾向があるんですけども、どうでしょう。比較的ですね、近代の英語は簡単だと言っても過言ではないと思いますし、偏差値60まで上げることができたら、難なくね、合格できるんじゃないかなというレベルだと思います。じゃあ次に、具体的な方法論をね、こちらについてお話していきたいなというふうに思いますが、まず、やっていただきたい参考書っていうのは、もうこの4つだけですね。まず、こちらの英単語。英単語はどうしても必要ですよね。これをやって、そして英文解釈をやりましょう。この2冊をね、やってしまえば、近畿大学の英文は結構ね、楽に読めます。なので、このデータベース3000という参考書と英文解釈の技術70をやった後に、過去問をね、取り組んでも非常にいいと思います。一方ね、文法問題は難しかったので、こちらのネクストステージ、これをね、しっかり1冊仕上げていくことが大事です。そして、もちろんこちらもね、過去問演習やっていく必要があるでしょう。それぞれの参考書、過去問以外のね、参考書、このデータベース3000、入門英文解釈の技術70、ネクストステージ、勉強法のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方、説明欄からご確認ください。で、補足として、中学レベルがね、まだ、なかなかまだ自信がないという方にとっては、こちらのね、公文のスーパーステップ、そして単文で覚える英単語1700、こちらは1900も出てますが、どちらでも構いませんが、この2冊をしっかり勉強することによって、この入門英文解釈技術の70で、ね、取り組みやすくなりますし、またこの入門英文解釈の技術70に取り組んでいく中で、ちょっと理解できないなという時はですね、このもっとつながる英文法、そして大家英語読み方講義の実況中継を、実証的に使って、
学んでいく。あるいは、まず先にもっとつながる英文法と大家の英語読み方、講義の実況中継を一読して、軽く読んで、そして、この入門英文解釈技術70に取り組んでいくと、非常にスムーズに学習が進んでいくんじゃないかなというふうに思います。まあ、おおむねこんな感じの、まあ、対策をしていけば、あなたも最短2ヶ月で、偏差値30から確実に近畿大学に合格する英語、その力をね、身につけることができます。ぜひ頑張ってください。何か相談したいことやわからないことがあったら、コメント欄からぜひ気軽にお問い合わせください。それではあなたの成功を心から祈っています。